はい、皆さんこんにちは。今日もお話を続けていきます。今日のテーマは前回と少し絡むお話です。また続きの部分もあります。続です。続、スポーツとは何かというお話ですね。まあ、オリンピックはじめ近代スポーツ非常に華やかである時代、まあ、今はコロナの中でね、なかなか活動制限かかっておりますが、そうであっても近代スポーツ花盛りの時代だと思います。当たり前のように日々さまざまなスポーツニュースを見、また自ら実践をし、いるわけですけど、改めてじゃあ人間にとって、もちろん日本人にとってスポーツは何ぞやみたいなことを考えたい。そしてそことの関わり合いの中での体育のお話、はい、スポーツとぶつけながらまた見ていきたいなと思うわけです。ですから歴史的な話も大いに含みながら少しずつお話をしていきたいと思っています。続、スポーツとは何か、この辺は前回とお話ししてますけども、スポーツの前ですよね。人間にとって体とは何ですか。まあ、あまりにも強烈な質問ではありますよね。すべてしつけであろうと体育であろうとスポーツであろうと体ありきですね。体ありきですから、まずこの話をするにあたっての体、根本が体ですから、じゃあ人にとっての体って何みたいなこと、だからこそどうしたらいいのという生き方というか論理が成り立つと思うんですね。じゃあこの人間と体ということにまつわって、まあ、紹介したいいくつかの論客というか研究者というかいますんで書いてみます。人間にとっての体って何ぞやみたいなこと、限りなく哲学的に過ぎるので到底話し切ることはないですけど、参考にするまたはいろんな、考え方を出している最近の研究者ですね、ご紹介します。一人が、読み方間違ったらご本人に失礼なんですけど、酒井立夫さんだと思います。立夫さんかな、これは解剖学者です。同じく解剖学者でいうとちょっと先達です、先輩です、養老孟司さん、この辺はあまりに有名ですね。この辺が解剖学の立場で人間にとって体って何っていうことをお話し、話す方々ですね。共通するキーワードが身体感という、体を体をどのように見ますかっていうような意味合いですね。身体感、人間にとっての体ってどういうもんだ、どうやって見ていく、その意味でどうやって扱っていくっていうようなことにつながってきますけど、身体感というような言葉、または人体感、人の体の感覚、人体感というような言葉を使う方々ですね。で、共に解剖学者ですから、まあ、古くは不分けという五臓六腑を切り裂いてこう分けていく解剖、いわゆる不分けという立場ですよね。なぜこの話をしたかというと、解剖学から見る身体感というのが非常にこう人間の歴史の中では重要な、こうきっかけになったからなんです。だから解剖学者の立場から見て、まあ、切り刻み中を知り、じゃあそれが集まった集合体としての人間が有機体として哺乳類としてどうだみたいな見方になってくるわけですけど、この不分けっていうのはいつ始まったか、